今回は若さルミに残る最大の伏線について考察します。アニメや単行本に含まれない内容があるのでネタバレ注意でお願いしますね。コナンや愛ちゃんのクラスに副担任としてやってきた若さ先生、はじめはドジな先生かと思われていたけど、徐々に怪しすぎる素性が明かされてきました。一人で犯人グループをボコボコにして恐ろしいほどの強さを披露したり、ある時はコナン以上と思える推理力も披露。そんな若さの正体はつい先日の原作で明かされましたが、一方で今後のストーリーに関わる謎も残されているのです。まずは若さの最新情報を紹介し、その後で残されている謎について考察していきましょう。若さの正体が判明。若さルミの正体が明かされたのは2022年の12月から始まったシリーズでした。このシリーズはラムの正体が脇田兼則だと明かされて以来の長編シリーズ。17年前の未解決事件、羽田浩司事件の真相が明かされる内容でした。若さの謎だけじゃなく、黒田兵衛が公安だったことや、ラムには見たものを一瞬で記憶できる特殊能力があるなど、いくつもの新事実も発覚しています。このシリーズで若さについて明らかになったのは次の内容です。まずは若さの正体は浅香だったこと。浅香とは羽田浩司事件の最重要人物と言われていた人物。羽田浩司と一緒に亡くなっていた老婆アマンダ・ヒューズのボディーガードをしていた人物で、事件を機に17年前から行方をくらましています。続いて浅香は事件の犯人ではなかったことです。事件では羽田浩司とアマンダの2人が亡くなったけど、犯人だったのはラムで、浅香はむしろ命を狙われていた立場でした。考察をする人の中には、若さは極悪人だって主張する人もいたけど、そんなに悪いやつじゃなかったようですね。3つ目は浅香と黒田の関係性についてです。17年前、2人は特に面識がありませんでした。浅香はラムに追われ、羽田浩司にかくまわれることになります。羽田が浅香を隠れさせた直後、ラムたちがやってきて羽田をボコボコに。ラムが去った後に黒田が現場に訪れると、隠れていた浅香が出てきて黒田と対面しました。この時浅香は黒田が犯人だと勘違いをしてバトルが勃発。今は疑惑が晴れたように思えるけど、浅香は自分の大事なアマンダやかくまってくれた羽田を助けてくれなかった黒田に対して恨みを感じるようになったと考えられます。また浅香は羽田と恋人だって説もあったけど、特に深い関係じゃなかったことも明らかになりました。このように若さの正体は浅香だと判明し、17年前の真相も判明。でもそんな若さにはまだ大きな謎が残っているのです。若さに残る最大の謎、若さに残る謎、それは17年前から現在にかけて全く別人と思える人間に変貌を遂げていることです。17年前の若さはただのボディーガード。黒田と戦うほどの強さはあったけど、頭が切れる様子もなく、有能キャラというには程遠い存在でした。では現在はどうなのかというと、犯人グループを一瞬でボコボコにする強さに加えて、コナン以上の推理力を持つと思えるなど、かなり有能な人物に大変身。また黒の組織の機密情報ともいえるアポトキシン4869の被験者リストも持っていて、黒の組織との接点やどこで入手をしたのかなど、17年間で何が起きたのかは未回収のままとなっているのです。行方をくらましていた17年の間に一体何があったのか、それを考察する上でのヒントとなるのが赤井勉との接点だと考えられます。赤井ファミリーのお父さんである赤井勉は17年前に羽田浩司の事件を捜査しにアメリカに渡り、それ以来行方不明となってしまいました。もともと知り合いだった羽田家に依頼されてアメリカに行ったことまでは分かっているけど、行方不明になった理由やどんな事件に巻き込まれたかは不明なままです。ただ一つだけ明かされている場面があります。それは勉が浅香を守っていたこと。若さが少年探偵団のちびっ子たちと海に行く会では、沖谷スバルも一緒に来ました。いつも通り恐ろしい事件が起こった後、みんなは不良グループに囲まれてしまいます。沖谷はみんなの前に立ちはだかり、若さに子供たちと一緒に逃げるよう命じます。するとこの時の沖谷を見て、若さは過去を回想。そこで思い出したのは、なんと赤江勉とのやりとりだったのです。回想シーンの中で勉は、これから見える化け物はまだ先のある小娘が命を削る相手ではないと言って若さを助けてくれていました。これがいつの出来事かは明かされていないけど、考えられるのは赤井勉がアメリカに渡ってから消息を絶つまでの期間だと考えられます。勉は消息を絶つ前、妻のメアリーセラにメールを送っていました。勉はメアリーに、とんでもない奴らを敵に回したとメールを送り、当時イギリスにいた家族に安全な日本へ行くように伝えます。
まあ結果的に組織の連中は日本にいるから危険な状態にさらされちゃっているけど、ストムはメールをした直後から失踪し、今でも消息不明となっているのです。このストムが言っていたとんでもない奴らは黒の組織であることが濃厚となると、浅香は黒の組織に追い詰められた時ストムが助けてくれたと考えられるでしょう。このようにストムは浅香の17年間を知る上で最重要人物になることは確実と言えます。そんな中、もう一つ疑問が残るのは黒の組織との接点です。若さはどういうわけかアポトキシン4869の被験者リストを持っています。この被験者リストは黒の組織にとっては絶対に見られたくない超極秘情報。持っていると分かったらジンやウォッカによって恐ろしい目に遭わされてしまうでしょう。そんなヤバい情報をどうして若さが持っているのか。ある説によると、若さは黒の組織にスパイとして潜入していたんだ、真実はいつも一つって主張する探偵さんもいるけど、17年前の浅香は組織に追われる立場だったことからスパイの説は消えたと思われます。もしこっそりスパイになろうとしたとしても、浅香はラムにとって因縁の相手。ラムは何が何でも浅香を消し去りたいと考えているし、そんな危険なところに自ら飛び込むのはあまりに危険すぎると思えるのです。ではどうやってアポトキシン4869の被験者リストを入手したのか。一つヒントになりそうなのは赤井さん扮する沖谷スバルが言っていた一言です。ある時、沖谷はセラマスミについてなんとその子に質問をしました。彼女の周りに変わった人はいませんでしたか。浅香という名の、まあそうは名乗っていない。この一言はセラと一緒にいるメアリー・セラと浅香の接点を思わせる一言、さらにはメアリーの姉妹であり愛ちゃんの母親にあたるミアのエレーナにもつながるのではと考えられます。若さは愛ちゃんの正体であるシェリーの存在をはじめ、ミアのアケミ、さらにはミアのエレーナについても知っている様子がありました。まだまだ情報は少なくてもう厄介なんだよって感じだけど、ミアのエレーナやメアリー・セラとの接点はアポトキシン4869のリストを持っている重要なポイントとなることでしょう。今回は若さルミに残されている謎について紹介しました。17年前の真相が明かされたシリーズでは、若さはキャンティを撃ち黒の組織からの攻撃を見事にかわしました。でも組織を攻撃したことでこの先ラムの命令により恐ろしい報復が待っているはずです。またラムは若さがどうして学校に残っているかも疑問に思っており、コナンやアイちゃんの正体に近づきそうな様子も。若さとラムのバトルはどんな展開を迎えるのか、そして若さに残された謎はどうやって明かされていくのか、これからの壮絶な展開をぜひ見逃さないようにしましょうね。他にも若さに残る謎を知っている人がいたらコメントで教えてください。また羽田浩司事件の真相が明かされたシリーズはこの後の動画でじっくり紹介しているので合わせて見てみてくださいね。今回は最新シリーズで判明した羽田浩司事件の内容や判明したヤバすぎる新事実を紹介します。アニメや単行本に含まれない内容もあるのでネタバレ注意でお願いしますね。2年ぶりの長編となった羽田浩司事件の解決シリーズ、17年前の事件の真相に加えて若さルミ、黒田ヒョエ、さらにはラムに関する驚きの事実も発覚。めちゃくちゃ重要なシリーズとなりました。最新シリーズの中で明かされたヤバすぎる新事実を順番に紹介していきましょう。黒田と若さの正体、まずは正体が明かされていなかった黒田と若さの2人について。黒田は17年前には室さんと同じくゼロの所属だったことが明かされました。当時事件の現場にいたものの黒の組織の存在などは知らないことも分かっています。そんな黒田と現場で鉢合わせたのが若さルミ子と浅香です。浅香の本名はレイチェル浅香、父親もアマンダのボディーガードでしたが殉職してしまいます。浅香はアマンダに引き取られ優秀なボディーガードへと成長しました。浅香には黒の組織でめちゃくちゃ悪いやつって噂もあり、早くあいつを捕まえろよバロって声もあったけど、アマンダを思ういいやつでしたね。黒田と浅香には面識がなく17年前に会っただけの存在。ただ羽田が亡くなった現場に黒田がいたため、浅香は黒田を犯人と疑っている可能性があり、そこで因縁が生まれたと考えられます。黒田は事件の重要人物である浅香をかくまおうとしましたが、黒の組織にバレてしまい壮絶なカーチェイスが勃発。その結果悲惨な事故に遭い10年以上も意識不明だったことも発覚しました。ちなみにこの情報はコナンにも共有されたので、コナンは若さの正体や黒田が公安ってことを知ることに。まあ今更遅すぎだろバロって
って気もするけど、コナンが情報を得たことで今後の展開が大きく変わってきそうですね。羽田浩司、アマンダが亡くなった真相、続いて判明した謎は17年前に亡くなった真相です。まずはアマンダ・ヒューズ、どうして羽田と同じタイミングで消されていたのか、長い間謎に包まれていました。ボディーガードの浅香が葬った説もあった中、今回のシリーズでは驚きの真相が判明します。それはアマンダを消したのはラムだったこと、さらにはラムはアマンダを消すつもりがなかったことの2つです。ラムの目的はあくまで浅香でした。そのため浅香が母のように慕うアマンダを脅し、浅香をおびき寄せることに。ラムは組織の連中に命令し、ホテルにいたボディーガードたちを次々と消し去ります。そしてゾロゾロと仲間を連れてアマンダが一人でいる部屋に乗り込んできました。そしてあの恐怖の毒薬アポトキシン4869をちらつかせて脅します。するとまさかの展開が。なんとアマンダは浅香を守るため自らアポトキシン4869を飲み込み命を落としたのです。そのまさかの行為に焦りまくったのがラム。ホテル内で浅香を探し回り、ついには羽田浩司の部屋に行き着きます。羽田と浅香には恋人説がありましたが、ほとんど初対面のような感じで親密な様子はありませんでした。でも羽田は浅香をかくまい部屋の奥に隠されます。するとそこにラムたちがゾロゾロと乗り込んできて羽田をボコボコに。でも何も語らない羽田を諦め、アポトキシン4869を飲ませたのです。羽田を消した犯人としても浅香に疑惑がありましたが、羽田を葬ったのもラム、浅香はただ疑惑がかけられていただけでしたね。ラム衝撃の事実。今回のシリーズではラムの衝撃的なシーンが満載でした。まずはラムの特殊能力です。現在のラムは左目が義眼とされており、何者かにボコッとやられたと考えられています。でも17年前は目が見えており、しかも左目にはフォトグラフィックメモリーという能力が備わっていました。これは見たものを写真みたく記憶できる超人スキル。現実世界だと数万人に一人くらいしかいない天才的な能力です。ラムはこの能力によって一度見た人間をすぐに記憶でき、それを数々の悪事に役立ててきました。続いてはアマンダとの会話にあったヤバい情報。それは羽田浩司事件の50年も前からコードネームを持っていたことです。ラムを見たアマンダは、50年ほど前日本の大富豪のパーティーで会ったことあるわよね。あなたは子供だったけど妙なあだ名で呼ばれていたわ。確かラムだったかしら、と話しました。つまり現在から67年も前からラムとして活動していたのです。少年時代から組織で活動していたとなると、生まれながらの天才だったのか、それとも時を巻き戻すあの薬を飲んだのか、そのあたりは今後明かされていくことでしょう。さらにこのラムのコードネームは長年あの方に仕えた父親から受け継いだことも判明しており、あの方がめちゃくちゃ長い間組織に君臨し続けていることも明かされました。そんな謎が残るラムではありますが、ポンコツっぷりも発覚しています。かつてジンはこの羽田浩司の事件についてラムが向かった事件と言っていました。どんなしくじりだったのか。一つ目は思わずアマンダと羽田浩司を消してしまったことです。ラムがアマンダの部屋に行ったのは浅香をおびき寄せるためでした。ところがのんきに薬をちらつかせている隙にアマンダに飲まれて命を奪ってしまいます。またその後は羽田をボコボコにし、最終的には羽田も予定に反して消してしまいました。さらにヤバかったのはまんまとダイイングメッセージを残されてしまったこと。アマンダにはテスト時計によるメッセージを残され、17年後にコナンに解読されました。また羽田には手鏡のダイイングメッセージでボスにつながるカラスマを残される大失態。一度羽田の部屋に戻ったにもかかわらず、そのメッセージに気がつかないミスも犯しています。さらには散々荒らしまくったにもかかわらず浅香の確保にも失敗。これだけの失敗をしていてどうして未だにナンバー2にいられるのかはちょっと謎だけど、かなりのしくじり野郎ってことも分かりましたね。一方でかなりヤバいシーンが登場したのは1109話。紹介してきたようにラムの目には特殊能力があります。でも左目をやられたり年齢によってその能力が失われてきている状況。ところがラムはアポトキシン4869を思い浮かべながら、右目の時を戻すしかなさそうですね。あの薬の効力が私の想像通りならの話ですがね、とつぶやいたのです。この一言が何を意味するのか。それは
ラムが薬による若返りの効果に気がついてしまったことは、2022年に公開された原作では、組織のボスのような人物が幼児化したメアリー・ステラを見て、まるで夢のようじゃわいと話すシーンも登場していました。となると、組織は幼児化の真相に気づきつつあり、コナンやアイちゃんにも間もなく危機が訪れると思えないでしょうか。これからどんな展開が待ち受けているのか、組織の動きには目が離せませんね。赤いツトム、最後は赤いツトムについてです。シリーズの最後の最後に、コナンは赤井さんと電話をして、黒田から聞いた事件の真相を話します。赤井さんは、父親は MI6 の一員だったと明かし、それによってツトムの正体がついに判明しました。また、回想シーンではあるものの、17年前に会話をしているツトムのシーンも初めて登場。しかも製造に関するヒントと思える場面も登場しました。それはある漢字の表記です。赤井さんは17年前の父親を思い浮かべ、それがまさか父の最後の言葉になるとはと心の中でつぶやきました。この時の漢字、妙だなって思いませんか。普通亡くなっている人なら最後と書きますが、ここではなぜか最後の漢字を使っています。これは青山先生による伏線だと思えませんか。まあ生きている根拠としてはちょっと心細いけど、今後消息に関する重要な情報は明かされるのか、ぜひ注目していきましょう。今回は最新シリーズで明かされた羽田浩二事件の真相を紹介しました。次の連載再開は映画黒金のサブマリンと同じタイミングになる予定です。映画もめちゃくちゃ楽しみだけど、コナン史上最大の謎とされた羽田浩二事件が解明され、これからどんなヤバすぎる展開に突入していくのか、楽しみで仕方がないですね。他にも今回のシリーズで判明した驚きの情報を知っている人はいますか？いたらぜひコメントで教えてください。